そこにあの昔の F1 マシンがあるから、うん、黄色いやつ、うん、2002年の佐藤拓磨が乗ってた頃の F1 鈴鹿を走ったやつね。鈴鹿サーキットに到着しました。なんか人がいっぱいなんか待ってます ね、 うん、誰か通るのかしら。多分選手は入るのにやっぱり列になってるね。うわすっごい、パーキングゲートって書いてある。さすがにこの辺になるとユニフォームがレッドブルになっちゃう。うん、一緒。うん、B2 で、ね、うん、着いたね。おお、見晴らし。らしいね。どうですか、調子は。調子はどうですか。まあ、予定通りだけど、相手がもっと上に飛んできたい。どうですかね、皆さん。いいタイムが出そうですかね。山本君、結構なんかいい感じだね。そ
うだね。ね、そつなく、さすがベテランで、さすが知ってるからね。そうだよね。もう午前中で終了。午前中で終了。もう終わり。終わり。これですね。乗ってるマス。プログラムが決められているので、アタックランプなんですよ。